花ちょうず。最近はいろんなところで見かけるようになりました。神社や寺の参拝前に手や身を清める手水舎に手水鉢がありますが、この中に花を浮かべたものです。手水鉢の中に色とりどりの花が浮かんでいる様子はとても可愛らしく写真映えします。花手水の発祥地は2017年に京都にある陽国寺と言われています。でも手水鉢に花を浮かべる習わしは昔から日本にあったようです。神社やお寺のほか観光地にもあり人を集めています。私がよく行く足利フラワーパークにもほぼ一年中あります。とても綺麗なので華道を極めた人が作っていると思っていました。冬季は夕方から夜にかけてはイルミネーションを見ようとたくさんの人が来園します。足利フラワーパークは長崎県のハウステンボスの光の王国、北海道の札幌ホワイトイルミネーションとともに日本三大イルミネーションにも選出されています。その準備が昼間なんです。花手水は小川沿いにあります。昼はとても空いていてこんな感じです。切り花をたくさん積んだ軽トラックが目につきました。近寄ってみます。この花を使ってお姉さんが花手水を仕立てていました。撮影してもいいですかと聞くと心よく返事をいただきました。花を生けている様子を見てください。一つの作品にどのくらい花を使うのですかと聞くと100本以上と言っていました。また冬は1週間ほど持つのですが、花びらの色が変わってしまったらその花を取り替えるそうです。さらに夏場は3日持たないかもと話してくれました。華道の先生が作っていると思いましたと話すと、いや、私たち職員が作っていますと答えてくれました。それにしても、一つ一つテーマを決めてから作品を作るので大変な作業と思いました。それでは、2024年1月4日、飾られている花手水を見てみます。先ほど作成していたものです。夜はこんな感じです。こちらも、お姉さんが飾っていたものです。テーマは名泉花手水と松竹梅の松。これは天空のお花畑と天の川。次はみんなの地球。光のバラ園。スノーワールド。レインボーマジック。奇跡の大藤。このようにいろんなテーマで作られています。今期以外の花手水を紹介します。毎月、いろいろな作品に出会います。いつ行っても、新しい作品に出会えます。夏は暑いし、管理はとても大変だと思います。また、使用する生花の数も、1回で1000本を超えているでしょう。大変な作品ですが、来園者を楽しませてくれています。いつ行っても、撮影者が何人もいます。次の作品を見に、また行きます。ご視聴、ありがとうございました。